3ラウンドで行われています。さあ果たして出血は止まっているかどうか。竹内一段と一回りたくましくなりました。マコロ、さあ第2ラウンド始まりました。竹内にこの出血がどう影響するか、精神的も含めて右のパンチねじ込むようにしました。マコロ、これは空を切った。竹内が首を振っています。左ミドルキック、左のハイキック、フェイントで今度はストレート、組みついていったのは今度はマコロの方です。ああまた出血始まりましたね。止められるほど出てるわけではないと思うんですけど、ないですかね、はい。まあ、でも確実にこれ試合してると鼻自体がもう通らないっていうことなんですか。そうですね、うん、苦しいですね、うん。コーナーに押し込んでいきますネイサン・マーコート。あーでも結構出てますね。あ出てますね。マコートもこう意識して右のパンチ2つぐらい入れてきましたもんね。はい、画面さあ差し返そうと左脇上がったところ竹内の方が押し込んでいきました。ここで足をかけて投げにかかります。マコート、さあどうなるか。このままグラウンドに先、おっと逆に投げた。これは竹内が勝ちました。これ竹内選手チャンスですね。そうですね、さあ竹内が上のポジション取りました。左足がガードの中に入っている状態、右足は外れています。でガードから外に出ていますが、戻していったネイサン・マーコート。上から鉄槌を落としていきます竹内譲る。ファンクラス初参戦。さあ上から竹内が落としていくが、足がさあ今度は足が首を抱えるようにしました。サイドのポジション結果取って、逆にマーコートの方も出血があるようです。鼻血があるようです。で画面、左側ですね、和田拓也選手、次回の11月30日横浜文化体育館で伊藤貴文選手と対戦が決定しています。この和田選手もシュートで活躍していた選手です。これチャンスですね。そうですね、紙塩で完全にこう固める動きです。サイドを取りました。はい、やってます ね、 そうですね。佐々選手でもこれだけマーコートが苦しむ姿久しぶりですね。そうですね、うん、さあポジション取りました。マウントを取った。残り時間まだ2分あります。第2ラウンド、鼻からの出血かなり激しくなっています。お互い鼻血が出ています。苦しい状態です。しかしここは竹内の方が自分のペースで戦えています。右足はガードを越えた。再びクロスガードの中に戻しました。ちょっともったいなかったですね。そうでしたね。いやここでかかと落としの形ですね。2人もちょっと出血がすごいですね。そうですね、まあ、佐々木選手も、まあ、以前こうシュートで戦っていてこうファンが、はい、初めてリングに上がったときっていうのはやっぱりこう会場の空気とかっていうのは違うもんですか。そうですね、やっぱり初戦なんで、やっぱり絶対勝ちたいっていう気持ちが強いと思うんですよ。そうですね、まあ、もちろん竹内もその気持ち、しかしながらパンクラス、このミドルウェイトの最強外国人ネイサン・マーコートを相手にしてのパンクラスデビューとなっています。1ラウンド、そして2ラウンド前半まではネイサン・マーコートのペースのように見えました。しかしここに来て竹内がペースを戻しています。いかん、なかなかネイサン・マーコートは逃げられませんね。あしかしここは、うん、オームプラットのような形になりました。残りが20秒ラスト20セカンド。この試合は5分3ラウンド、現在第2ラウンドです。
入るランチ。マーコートのが離していく。ここで距離ができると足がポコンと飛んできます。これもそうだ。さあそして足が首の後ろしっかり回っていますが、ここで第2ラウンド終了です。さあ佐々木選手、ちょっと流れが変わりましたね。そうですね、